はい、こんにちは、ピーです。今ね、サブクエストを受けまして、もっと高貴なとか、武器がもらえるクエストですね。では、行ってみます。結構強力な武器ですよね。まず、角だね。チャージャーの角。あれ違う、なんか。逃げちゃった。逃げちゃうんだよね、結構ね。ちゃうんだよね。あ、もうアーティックか。何？アーティックか。どうなんだ。それちゃうんだよね。チャンネルどうしよっけ。よし、ポケモンだろ。これね、どこだ。こっちだ。右か。なんだよ。遠いかな？どう？どうだ？見えないな。あれか。あ、結構近かった。死んでた。あら、何でか。あとはファングホーンの肋骨を手に入れるだけだな。あれ、これ違うかな。違うな。いや、場所遅れるよね。あれか。止めていこう。よし、2本取れたな。やばいやばい。半分やばい。どうしちゃった？この辺？やばいね、やばいね、やばいね、まずいな。うわ、やばい、やばい。
待て待て、窓いる、窓こいた、やばい、しびれてないか、やばいって、マジでこれな、あ、窓いた、難しい、スローモーションのタイミングが難しい、ヘラーたちに渡すものは揃った、狙いやすいんだけどね、開けにくくなっちゃう、開けやすいのかな、わからないな、届けるんだね、もどこ、そうだね、 OK、 あ、そっか、その顔、部品が揃ったんだろう、うん、ほら受け取れ、こりゃ驚いたね、試作品は数分あれば完成だ、腕が吹き飛ばないように作ってくれよ、頼む、いや機械吹き飛ばして部品手に入れたの、それか山賊、本当に爆発が好きなんだな、はい、お待ち、ドカーンもつけた、当然だろ、ああ、安全なんだよな、多分な、私にもダメだ、ああ、お前にはもっといいのを作ってやる、ドカーン、はい、クリアですね、このクエスト結構いいよね、もっと大きなとか大きなとかで、あ、これじゃない、あとこの辺にね、多分2つぐらいクエストが出ると思うんだよね、ここまでは行ってるんだ、焚き火から行こうか、ん、足の手前かな、これ。あ、そうだね。結構ね、チャージは便利なんだけど、早いんだけど、おまわりが効かないから、発射灯が楽な時が結構あるかな。素材が拾いやすい、チャージャーでしょ、あれこの辺に出ないな、ちょっと行かないと出ないか、どうしてもね、被弾がまだまだ多いから、
回復薬が欲しいんだよね。そうだ、あ、もう着いちゃうじゃん。なんかクエストなかった？ないの？着いてからかな。ここを越えた先が禁じられし線か。カージャのつながり。うん？あ、出た出た、ほら。うん。3つもあるよ。まずは、ここ責任者と会ってみるか。ああ、その人か。ああ、救世主様。ひょっとして、あんたも犯されざる地に行こうとしているのかな？かもな。どうかしたのか？ああ、いや、簡単に言うと、西部には古のお宝が手つかずで残っていてな。だから土地に詳しいアサリアを集めて連れてきたのだ。テナークスが怖くないのか？怖いさ。だが活動の中心は侵されざる地だからな。あそこは中立地帯だろ。照度の光が入り口なのだが、それが階段によって閉ざされてしまったのだ。あんたが来たということはもうすぐ開くということか？こっちは商売がかかっているんだよ。私も階段を実現させたいし、そのために今動いてる。そうなのか。それは好都合だな。もし通れるようになったら、照度の光の先にある野営地で会おう。手持ちの鉄くずがあればそこで買い取る。機械の部品を探してるならそっちも品揃え抜群だ。任せてくれ。わかった。それじゃあ後で。うまいこと門を開通してくれるといいんだがな。門を通りたいのは私だけじゃないんだよ。回収ケア、これはこれで1個なんだよね。はい、じゃあ1個戻ろうか。手前のやつどこだっけ。これか。これかな。あー、見てから、見てから来ればよかったね、焚き火。ねえ。さあ、この先。おい。この先のね、門を通ったところまではね、やってるんですよ、一度。いいのか？やってらんねえよ、ったく。ただでさえうだつが上がらねえ日だってのに、バカ二人が俺の当番中に山登りしやがったんだ。しかも片方はやたら重いと来てる。待て、バカ二人？ああ、そうだよ、バカが二人。もう一人は上で叫んでた。どうせあいつら機械に襲われて落っこちたんだろう。かなりまずそうだ。あんまり生きてるの？ああ、助けてやらないのか？自業自得だろ。俺はこいつの片付けしなきゃ。本気で助けない気か？あんた本気で助ける気か？何をしに。あ、これレンズだね、確かね。え、あ、ここ。これ設定でオンになってるから多分これよく見えるんですよね。これね、そうじゃないと見えないのかな。
しいヒーローを見つければこいつをオーバーライドできるかも。いいぞいいぞ、もう一匹。あ、やばいやばい、バレた。あ、何やってんのこれ。マジか。あれ、やってる。あ、まだいるな、まだいる、やばい。見かけなかった。用心棒なの。ああ、下で見かけた。死んでたよ。嘘。私がバカだった。酒場で出会ったばかりの男を信じるなんて。登山家で狩人だって言うから。まあ、報酬を払う必要はなくなったか。ここで何をしてる？あれは昔の信号灯。特別なレンズを使っているんだけど、それが一部の界隈じゃすごく高く売れるのよ。母ちゃんが塔を壊そうとしてるみたいだから、その前に私が塔からレンズを回収しようと思ってね。あなたがレンズを塔から回収してきてくれたら、それはもうたっぷりとお礼してあげる。あれは信号塔だったんだろ。昔はね、大した眺めだったのよ。恐れの谷の6本の塔が全部光ってね。それでテナークスの襲来を知らせていたの。いろいろ備えるために。だから当然カージャはそのための費用を一切惜しまなかったわ。あのレンズにも新しい主を見つけなきゃ、塔が壊される前にね。実はいくつか見つけあら、やるじゃない。あなたも私に引き取らせてちょうだい。これはこれ取られたの。売っちゃっていいのかなって思うんだけど。心情なの。ありがとう。アーロイだ。レイナーよ。じゃあアーロイ、もう少し休んだら。でもあなたがこの無理にとは言わ、まあ取ってくるんだね、またね。はい、行ってきます。これさ、引っ張れない。なんでいっぱいないの？入ったぞ。間違えた。マジどうなん、どういうことになってる。あれあれ、いけないの。いけない
落ちちゃったよ。信号装置だ。レイナーのためにレンズを取っておこう。レンズは手に入った。レイナーに会った時に渡そう。レンズは見つかったの？かもな。取引する気があるな。は、もちろんよ。受け取れ。大したものだ。いくらくれてるんだ。というわけでこれはちょっとしたお礼よ。もし他にも見つけたら、照度の光まで私を訪ねてきて。わかった、うん、じゃあまた。あ、でも一応これでクリアなんだね。なんかちょっと上げちゃうの、レンズとかあんな高いところにあるの上げちゃうのちょっと抵抗あるんですけど。どうで売れるのかな。あれ、何か飛び込むみたいなのあったよね、確かね。これでね、あとそうだね、もうないかな。もうこの人がいいんだよ。太陽の信号クリアしてるし、これがまだ難しい階段だね。 OK。 もう一個ね、あの門のそばに一つあるんだよね。できるかな。まずはここのセカンドショット。その前にあるか。これこれ少し見て回っていくか。エレンドだ。ああ、酒が入っているようだな。これこれ。私の希望の光だ。お前のメリディアンの救世主様だろ。アーロイと呼んでくれ。どうしたんだ。誰も信じちゃくれないけど、エクリプスが恐れの谷にいるんです。本当なのか。奴らはアーロイが倒したろ。余計な面倒かけるな。メサの戦いの後西へ逃げたんです。ラルビ、それで思わず君に立ててたら、やつだが。だがあいにくなことに、ラルビクとエクリプス、こいつが同僚殺しを認めたのでノザールが。なぜラルビクがエクリプスと通じていた。遠くてよく聞こえなかったけど、二人とも突飛な話はいろいろ聞いたが。エクリプスの名前を出して死刑を免れるつもりか。別に死ぬのは怖くない。でもこの件を見せ、もっと詳しく。だいぶ前、勤務交代中、気づいた時には奴らはもう警告。いいから追うなとノザールに言われ。ノザールは気真面目です。でもどうしても考えちまうんだ。ラルビクはいつも将校のことを。それに事件の後からあいつ仕事を終えて兵舎を出た。やあいつ誰かと言い合ってて、エクリプスの名前。その男は立ち去り、ラルビクが襲いか。それで思わず。なぜ信じない。森を調べてラルビクの寝床も。確かに。でもノザールは。ああ、でもエクリプス。ノザールは階段のことでピリピリしていて。それのとはいえ、邪悪な計画を企てるエクリプス。そいつらはミク。このバー、そう、わかった。私には。ありがとう。期待しすぎる。じゃあこれも解決しちゃいましょう。つまとう影。
どこだ？オッケー。この辺もね、だからチャージャーで来ると大変なんだよ。馬は結構道なりにしか走れないから、障害物が苦手だからね。これここで実は速いかなって感じ。長い距離ね、移動するならチャージャー便利なんだけど。あれ？マークどこ行っちゃった？マークなくない？どこ？あ、もう通り過ぎた？通り過ぎてるな。どこ？どこ？これだよね。後ろだ。この辺か。あ、これだ。このバーがエクリプスの1階場所はここだな。結婚だ。うん。ここから調べてみるか。うん。何を調べる？え？なんで書いてあるの？間違いない。うん。で、その後は？え？あれどこ？足跡。うん。何調べるんだ？わからない。足跡？分からない。あ、調べてないのかな。そうか、そういうことか。おそらくコノバーがここで衛兵を殺したんだろうな。本当にもう一人ここにいたのか、うん、フォーカスで調べてみよう。カージャの捜索隊の足跡だらけだ。役に立たない。枝が折れている。ここに誰かいたのか。消えかけの後、照度の光から遠ざかってる。フォーカスを使えば後をたどれるはず。どこに向かったんだ。このバーの話は本当かもな。
が消えた。機械の数が多すぎる。この先に行けばまた後をたどれるかも。前に機械路でオーバーライドができるようになった。橋を渡ったみたいだ。防隊だ。ここを去る前に傷の手当てをしてみたいだ。痕跡をたどってみよう。先はどこなんだ。え、上か。痕跡が途切れた。どこにしようか。上か。これ結構まだ大変かも。おあつらえ向きだな。照度の光を突破していくしかない。その後はウェズレイとの連絡役だったライアードまで死んでしまったんだぞ。ウェズレイを追うのは後だ。
まずは照度の光を超えるぜ。次の衛兵交代を合図に進めちゃう。言ってた通りか。犠牲者が出る前に奴らを止めよう。救世主は死ぬ。見物だろうな。結構微妙な位置だな。結構ね、どういう感じなのっていうぐらいな、ちゃんと並んでるよね、一人ずつ。やめなきゃ。あ、これバルシャったかな。バルシャったかな。なんでバルシャったの。もう一人。サイレントでずっと来れたんだよ、最後は。ちょっと失敗しちゃったね。あれ？あれ？どこにいる？なんかすごいとハマってない。なんだろう。忠実なるエクリプス、これを見ているということは、諸君らも未来のため旅は時期に終わりを迎える。照度の光の彼方に仰ぐ太陽を目指し、未来の領土を夢見。レズレーってやつにご挨拶と行くか。エクリプス帝国の野望を打ち砕いてやる。これは座標か。照度の光の奥。えっ、これで報告で終わりかな。ちょっとね、短い時間でサクサクやっちゃったから、とりあえずこれでね、サブクエスト系はないはずですね。こういうところね、直線上に進むのは、チャージャーはなかなかうまく走れないから、これの方が楽だよね。走った方が。もちろん、走った方が遅いんだけどね。ただ、回復薬はね、かなりの頻度で回収できるから。私もほんとこっちの方がいいかも。ダッシュはなくない？これ、ダッシュしてるのかな？ダッシュなのかな？え、どこ？あ、まだ向こう。矢印が見えてる。矢印じゃない、マーク。
そんな感じだ。え、どこだ？え、こっちか？あ、これだね。もうクエストないよね。ないない、ほら。オッケー。エレンドともお話ししないとね。シャキッとしろ、戻ってきたぞ。アロイ、それでどうでした？森の向こうでエクリプスが野営していた。照度の光が襲われるとこだったが、お前に救われたな。アロイ、疑っちゃいませんが、ノザールはそれだけじゃ説得できませんよ。証拠がいるならそれを見せろ。お前が檻に入れた男は命を懸けてエクリプスのスパイを暴いたのだと言ってな。はあ、本当にこいつの救世主だ。よかったじゃないか、この場。疑いが晴れたらすぐにそこから出してやるよ。ノザールに渡しておきます。それじゃあ、エクリプスはもう、まだだ。数週間前ここに侵入した奴らのリーダーだが、危険な男らしい。その男が禁じられし西部で兵を集めてる。なんてこった。まさか止めに行く気ですか？そのつもりだ。私も手伝います。ありがたいが、それには及ばない。檻から出たら自由を満喫しろ。檻から出たら自由を満喫しろ。いいね。ご分運を。一応あとね、この人に話しておこうか。じゃあ行くか。みんな気使うのね。くつろぎ中か。酒でこの口を満たしてりゃもうバカを言わずに済むだろう。相変わらず急いでるんだろう。別にあんまり聞くことはないよね。ついてるやつは奴隷になって、あ、生贄として。そうだ、テナークスは当然だよな。今はアバードの命でオセラムが再建中だ。いくら石を積み上げたとしても、もう行かないと。俺みたいなアホに話してくれてありがとうよ、エレンド。ああ、分かってるよ。俺は力不足の生倉だってな。まあ、なんだそのあれだ。俺が必要になったらまた会いに来るよ。今度はシラフだといいけど。期待するな。気をつけるんだぞ、アロイ。あ、またレベル上がった。これ何？案ずるな。分厚い石壁がテナークスからお前を守ってくれる。んあ、クリアになった。サイドクエスト、え、なんでそれ。なにこれ。エクリプスの隠れ家に向か、あ、これあれだよ。もっと先だわ、こっちだ。なんでこんなのが出るんだ。今階段でしょ、セーブの壁。あ、これぐらいだね。なにこれ、なんだ、なにこれ。ああ、まだ途中のがあるの。あとはね、この、だからこの人と話して、次はもっと向こうに行く感じだね。サイドクエスト。ああ、サイドクエスト、メインクエストだね。はい、な。兵器だ。テナークスが攻めるつもりなら、とっくに攻めているだろう。それならいいんですか。あ、また帰ってきてるよ、この人たち。イベント、結構、いいよね。じゃあね、今回ここまでにします。じゃあまたです。バイバイ。